して今回はですね、まあ一曲をちょっともう少しディープに掘り下げてみようかなと思います。先週月曜グッデーの新たなコーナーの一つにね、フィールザライブというのがありますね。先週のフィールザライブでご紹介したのがおなじみのあの曲、イーグルスのホテルカリフォルニアでした。ホテカリ、まああの名曲ね、僕はもう本当今日まで果たして何回ぐらい聴いたんだろうかって、うん、おそらく1万回は間違いなくね聴いていると思いますけども、一向に飽きないどころか聴くたびにあの曲の持つ怪しい魅力にハマって新たな発見をしている自分に気づくわけです。でふと思ったんです、このロックザジュークボックスであの名曲に改めて光を当ててみようかと。チェックアウトできても決して立ち去ることができないという、なんかちょっと